マッソゲームズです。はい、ということでね、今日もね、新マッソのマインクラフトをやっていきたいと思いますよ。はい、ということでね、今日のね、頭はこちら、チェストでございます。今日の帽子はチェストね。まあ、いろんな種類あるんで、一回一回ね、どうせだったら違うやつやりたいなと思うんですけど、はい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃーん。ね、前回はね、大量移住ってことでね、村人、あそこに全部移動しました。で、あのコメント、皆さん本当にコメントたくさんありがとうございます。ね、あの、狼がね、全然来てないよーっていうコメントあったんですけど、じゃじゃーん。危ない、落とした。はい、こんな感じで、あ、猿じゃん、これ超可愛い。あの、狼さんは、こういう風にね、いっぱい、全部で計6匹連れてくることができました。ということでね、このね、あの、狼ちゃんたち育てたいと思います。はい。すげえ嬉しいね。家に、こう、村人だけじゃなくて、こういう風にね、他の人たちも来たのはね、すごく嬉しいです。しかも多分この狼ちゃんたちって、お肉与えれば、あれですよね。子供できるんですよね。あんまり狼ちゃんたちのこと詳しくないんだけど。あ、回復した。じゃなくて、はい。どうだ?あれ?はい。お、からの?おー、すげーということでね、赤ちゃん狼まで、こう、あれ?あ、でも赤ちゃん狼は懐いてないのかな?もしかして。首はついてないもんね。ということで、首はついてないみたいです。早くつけないとな。はい。ということで、やっていきたいと思います。さらにですね、なんかコメント欄ですごいありがたかったんですけど、僕知らなかったんですけどね、この染料を狼に与えると、あれ?あれ?全然ダメだ。これはダメなのか?この染料じゃダメなのかな?なんか、染料を狼に与えると、狼のね、首輪が変わるから、ちょっと試してみてくださいよ、マスオさんってコメントいただいたんですけど、今ちょうど色を変えられるやつないんで、まあ、また今度したいと思います。今日はですね、また久々に新しい魔法を覚えていきたいと思います。はい。で、今日覚える魔法がこちらですね。ディープとスノーフォールっていう、そういうやつですね。ここ、オキュラスで見ると、ここ、ディープとスノーフォール。これ、二つ覚えていきたいと思います。その他にもね、このヘイストも本当は覚えたいんですけど、まあ、とりあえずは、いいかな。あ、ちょっと待った。で、どうせだったら攻撃のやつもちょっとこういう風に広げときましょう。はい。ね、ファイヤーとかね、そういうファイヤー。ね。ね、地元の友達の、あの、先輩のね、あの方です。あの方みたいな、ね、ファイヤーってね、なっちゃいますけど。はい。今日はこちら、なんだったっけ?ディープとスノーフォール、覚えていきたいと思います。いやー、このね、マインクラフトをのんびりする時間が非常にやっぱり、嬉しいっていうか近いなおい。はい、座っててください。ということでいきまーす。まずブランクルーンを投げる。こういう風にまたいつも通り魔法を覚えていきます。今回はこういう風にあの全部並べてから一応やるようにしました。そしてエッセンスなんですけど、君どいてくれ。こっち来い、こっち来い、こっち。ちょっとあそこにねレバーがあるんですけど、いや来ない。来いって、来い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 。よし、移動してくれた。でこれでレバーをボスッと一回やれば、ほら今ちゃんとエッセンスがいきました。で次にこれホワイトルーンを2つですね。1、あれ1つだ。で次ホッパーで、またホワイトルーン。これね2個あるの、ホッパーと間違えてホッパー2つ作っちゃいました。で最後は羽とスペルパーチメント、イエーイ!ってことで、また新たな魔法、新魔法で僕覚えることができました。今回ね、今までで一番スムーズになんか魔法覚えてる気がする。ということで、こちらですね。リープとスノーフォールなんで、どれにしよっかな。なんか皆さんもしかしたらイメージ湧かないかもしれないですけど、どれにしよう。これいつも悩みますよね。いや、マジでどうしよう。マジでどうしよう。あ、これがいいな。なんとなく。この、白い、これ。なんとなくこれがいいな。スペルレシピじゃなくて、何にしよっか。ディープにしときましょう。ディープ。ディープ。覚えまーす。はい、じゃーん。
この魔法をついに覚えました。イエイ。では早速ね、今日はねこちらの魔法がどんなものなのかちょっと使ってみたいと思います。では行きます。ドン。はい、まだ何にも起きませんね。何にも起きないんですけど、行きます。あれ、普通じゃん普通じゃん普通じゃんって、ぴょーん。はい、ということでこのリープを一回使うことによってすごいね高く飛べるようになります。しかも高く飛んでから高いところから落ちても、ほらほら、高いところから落ちてもスノーボールっていう、あのスノーボールだったっけ、ゆっくり落ちるやつを覚えたんで食らわないんです。あれを組み合わせないとこうやってゆっくり落ちてくることができないんで普通に食らっちゃうんですけど、ほらこれすげえ便利なんですよ本当は。でこれに本当はヘイストも追加させるとすごいね超絶便利な魔法になるんです。あのすごい冒険がしやすくなる、非常に速いっていう魔法になるんですけど、ちょっとあれですね、ヘイストつけなかったのこれダメだったかもしれない。またもう一回もしかしたらヘイストつけてこの魔法を覚えるかもしれないですけど、でもこれでジャングルとか行くのもほら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 、ゆっくり落ちてこれるからすごいジャングル探検がすごい楽なんですよ。ヒューンっていうこういう魔法ダメ思ってたより地味でした。なんかダメだったかな。ヒューン、ここもヒューンってほらジャンプ力超高。あ、やべ、狼たちがついてきてるんだ。やばいやばいやばい、狼ちゃんたちがねついてくるとちょっと敵が現れた時にやられる可能性があるから、ちょっと一回退散しましょうっていう、そういう魔法なんです。シュン、すげえ便利。もうねこの柵なんてぶっちゃけ関係ないですからね僕。シュン、ほらあれダメだな、なんか視聴し、あの見てくださってる皆さん、あれ今日の魔法思ってたより地味じゃねと思ってますよね。うん、なんとなく僕もやっぱヘイストつけてないから微妙でしたね。なんかほら村人たちがこうね上にいるのもね全部見えてしまうという、なんか派手なねやつやってる人もいますけど、よし、はい、ということで一回外出ましょうか。あとここの湧き潰しもやりました。いやー、でもこれ移動がほんと楽なんですよね。でこの子たち、ちょっと待って待って待って、はい、お座りお座りお座り、はい、オッケーという魔法でした。わーい。あれ、なんかこれで終わっていいものなのか。なんか思ってたより地味だな、やっぱり。くそ、なんか覚えようかな。これも一個覚えちゃいましょうか。いやーでも魔法、攻撃魔法も覚えたいしな。ライト。どうしよう。次どうしよう。どうしようどうしよう。攻撃魔法、魔法覚えましょうか。ということで、こちら。ファイアダメージ、ボン。で、ちょっとファイアダメージの本ちょっとやってみましょう。思いのほか地味すぎるんで、はい。ちょっとファイアダメージもサクッと覚えて、今日はね、終わろう。うん、そうしよう。そうしよう、そうしよう。はい。ということで、この本をここに置きまして、これが投げる系の道具に使うやつ。そしてファイアダメージがこれ。で、ここに本を置くと。いうことで、はい、ファイヤーのやつ覚えました。オプションで、あれ、シフト押しながらだっけな。よしよし、回収で、はい、ファイヤーで、これがファイヤーなんですけど、ブランクルーム、ビンチームダスト、アロー、スノーボール、レッドストーン、レッドルーン、フリン&スティール。フリント&スティールってなんだ。フリント&スティール、フリントフリント、あ、火打ち石のことか。フリントエンドスティールって、へえ、そうなんだ。と、あとスペルパーチメントだから、あとビンテウムダストだけちょっと用意すれば即作れると。はい、いや楽ちんだなこれ。いや、すげえいい魔法なんですよ本当に。なんか皆さん、なんかあんまり伝わってなさそうなんですけど、すごくいい魔法。
あ、一回寝ときましょう。なんかね、敵現れて村人を食われたりしたら最悪だから。で、五重塔建設なんですけど、まだ意外に進んでないんだよねっていうのが正直です。はい、っていうかね、もうね、はい、マインクラフトをのんびりこう本当やれる時間がね、いいです。今ね、実は12時49分です。まあ夜も夜なんですよね。結構ね、夜中に実はこれやってまして、いつもだいたい撮影家帰ってきて、よしやるぞっていう時にね、やってるんですけど、よし、はい、火打ち石ゲット。あとなんか必要でしたっけ。多分これでいいんじゃないと思うんですけど、やっぱヘイストつけてなかったからちょっと地味だったな。公開中です。フランクジャミジャーラウスノーブロレッドストーン、レッドルーンが必要か。レッドルーンは1個あるから、よし、これで作りましょう。これで作れるはずだよね。よし、行きまーす。ということで、行きますよ、スタート。今日2つ目ですね。今日いいペースだ。はい。はい、ブランクルーンで、ビンテウムダスト、ポン。アロー、アロー、ヤード、ポン。で、スノーボール、レッドルーン、火打ち石だけはこっちにありましたね。火打ち石と、ミンティウムダスト、はい、スペルパーチメント。イエーイ、次、ファイヤー覚えました。イエーイ、ということで、ボン。スペルレシピじゃなくて、ファイヤーって、F-I-F-I-R-R-R-E ですね。合ってるよな。ファイヤーのまだ弱いやつだからこれにしときましょう。ドン、しゃー、覚えた。どうせだったらこれでちょっと洞窟行こう。洞窟あっちだよね。よし、ほら、ちょっと良さ分かっていただきました。このこれ超便利でしょ。今の移動が超便利でしょ。わっ、ねえ、これさ、皆さん、あの、どなたか知ってる方います？これ村まで来ちゃいそうなんですけど、このシーン、うーわ、びっくりしたー、びっくりしたー。この進行を誰か、どなたか止められる方いらっしゃいますかね。ちょっと実はまだ僕知らなくて、どうやって止めるんだろうって今ね、ちょっと結構心配なんです。よし、はい、などなど、あと、このモッドをね、この前ご紹介させていただいたんですけど、で、それで紹介して、なんですかね、あ、私もやってみようってね、思ってね、結構やってくれてる方結構いらっしゃるみたいで、すんごく嬉しいです。なんか、ね、モッドって結構やりづらいじゃないですか、普通。ね、あんまり、なんか、わかんないなって結構ね、やってない方結構いらっしゃると思うんですけど、あれ？こっちだな。ね、そういう方がね、なんかやってくれたらね、さらに嬉しいですね。ということで、久々の洞窟。一瞬だけね、ちょっとこのファイヤーの威力だけ見たら、今日はすぐ退散しますんで。よし。こう。あ、こう食らっちゃったな。よし。ファイヤー行くぜ。あ、いました。強そうなゾンビたちが、あ、違う。ヒュー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 、強い。ほら、すごくない？これ飛びながら攻撃みたいな。あー、全然画面が揺れて全然ダメだ。よし、なんか思ってたより強くない、やばいやばいやばい。 MP だけすごい消費しちゃうけど、なんかこいつのかっこいいっすね、頭。結局剣使っちゃったっていうね。あれ、そんな強くないのかな。いきますよ、ボン。しかも200ぐらいこのマナ使うんで、結構まだダメですね。ほら、まだ使えないじゃないですか。で、ボン。いや、結構なんかあれですね、使いづらい魔法ではありますね。なんか思ってたイメージと違う。でも、ここちょっと突撃してみたいですね。あっちの方行こうか、これで。いきまーす、ヒュー、超便利。で、これで、ここに合わせて、ここに合わせると、
このライトがあるんで、ライトで照らしつつ、これを使って、ほら、ゆっくり落ちれるから、こういう風な洞窟の探検の仕方も、なんとできてしまいます。あれ、今使えてないか。危ねえ。今落ちるところだった。もう一回使いましょう。よし。よし。あれれれれ、落ちちゃった。よいしょ。うわ、なんかいたよ、今。ライトマナ。あれ、こいつは多分いいやつですよね。へぇー。そういうやつもいるんだ。ちょっと掘ってみましょうか。っていうね、こういう冒険の仕方も、今のね、やつ、今のを覚えることによって、今日覚えたものによってできるようになりました。新しいでしょ？うん。まあ、僕の中では新しいんですけど。はい。ということで、まあ、今日はね、とりあえずこんな感じです。よし。行くぜ。あそこに飛びたいな。天井ぶつかっちゃいそう。よし！あれれ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 れ。でもこれでも大丈夫。全然。あ、魔法が切れちゃった。これだけ気をつけなきゃね。よし。で、さらにあっちに飛ぶと。もっといろんなところに飛んでみたいですけどね。ピョーン！ピュー！さらにピョーン！使い方が下手だと、まあいい魔法も良くないみたいです。あー、ずーっと前行った廃校ですね、あそこは。まあ、のんびりちょっとだけ散策してみましょうか。すごい、石炭がすごい。あ、ビンティウムダスト。これは欲しい。ちょっとあれだけ取っちゃいましょう。これを使いつつ、で、ジャンプして、ホール的な、すげえ、新しい戦い方。やった。っていうね。まぁ、ちょっとした提案でした。はい。まぁ、今日、いいです、これで。うん。あんまりね、長くやっちゃうと、僕ね、話すの下手なんでね、グダグダになってっちゃうんで、今日はこちらで終わりたいと思います。ということで、これでちょっとぴょんぴょん飛びながら、お家に帰って、よし、ぴょん。ほら、すごい便利。ね、ファイヤーはね、あんまり使えなかったけど、こっちの、この、なんですか、リープとスノーフォールの魔法は、すごい有用です。ということで、皆さんも、ここもね、ここまででいいですからね。ぴょん、ぴょん。ほら、うん、どうせだったらファイヤーで倒そう。やべえ、マナが足りねえ。逃げろ逃げろ。やばい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 。剣だ、結局剣が一番だね。うん。結果、皆さん、結局剣が一番です。剣強いの作ろう。トニーと一緒にやって学んだ、何ですか、石炭とか剣の作り方で、僕今度剣でも作ろうかな。じゃないと、ちょっとね、まずそうですね。はい。ということで、まあ、今日はこんな感じで終わりたいと思います。はい。まあね、ちょっと、よし。あれ、これじゃ見えないな。まあね、こんな感じでね、ヒューっていう楽しく飛べちゃう、こんなマインクラフトもあるんだなぁと、皆さんもしよろしかったらね、思っていただけたらいいと思います。家にサクッと帰るぞ。ピュー。あ、この上も登れるしね。ヒュー。じゃあ今日この上から終わろう。はい。ということで、じゃん。あの天空も行きたいね。早くね。はい。ということで、五重の塔をこんな風に初めて見れるようになりました。はい。ということで、まだね、村もね、村っていうか町もどんどんね、作っていかなきゃいけないと思うんですけど、はい。
のんびりのんびりやっていきたいと思います。次回はね、どうしたらいいですかね、魔法を覚えるか冒険。あの洞窟もう一回行ってみたいですよね。とか、行くとか、などなど、何やるかまだ決まってないですけど、まだのんびりやっていきたいと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございました。今日も、今度もまたのんびりやっていきたいと思います。以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。